お久しぶりです。ベテランの天部です。小倉後半戦はかなり厳しい戦いになりましたが、阪神開幕週で一気に弾みをつけて、ぜひこの開催をものにしたいと密かに考えています。ということで、狙いは初日の10レース、鳥取特別の7番どこ吹く風。前回、3歳限定の重賞レパードステークス5着だったんですけれども、まあ、鼻は切れなくても好意の内々で本当にしぶとい内容でしたし、まあ、元々が、叩き上昇タイプ、攻めがけしないなりに今週の動きも本当に良かったし、また、フルーマ相手とはいえ自己条件そして筋量も53キロ、距離は2000メートルになりますが、まあ、むしろ楽に先行できるでしょうし、スタミナもかなり持ってる馬なんで、今回が絶好の狙い目だと思います。まあ、ちなみに、去年の11月の京都持ちの気象では、後にジャパンダートダービーを圧勝したクリソライトを任しています。まあ、その時が不良馬場、もしも明日の午後から雨でも降れば、さらに、妙味が出てきますね。フォーカスは、どこ吹く風からの馬連5点、3番日本ピロバロン、13番鈴鹿ウラノス、2番大成バスター、4番アドマイヤイバマ、6番ハイランドジャガー、これで勝負します。